アメリカ政府は日本が北朝鮮への制裁を一部解除したことに対し一定の理解を示しましたが北朝鮮の核開発を抑止させるための国際的な制裁の枠組みに影響を及ぼすべきではないと釘を刺しましまた国務省のサキ報道官は3日声明を出し 日本政府は拉致被害者家族の利益と関係国の利益を考慮し透明性のあるやり方で解決を目指していると日本の制裁一部解除に理解を示しました一方、ローズ大統領副補佐官は核問題についての北朝鮮に対する他国間の制裁を犠牲にすべきではないと述べ核問題解決に向け各国が連携する重要性を強調しました。また、日本政府は、 北朝鮮が核問題の責任を免れるものではないというメッセージを送ることが重要だとしています。